今日はあの30分なんで、前半ね、まあ、ギター1本でやって、後半はあのエレキギターが入ってね、ちょっと賑やかにやろうと思います。じゃあちょっと、ね、落葉じゃない、なんだっけ、好奇心やって、ロンリーストリートキャフェやって、次はちょっと有名な曲をねちょっとやってみます。次はね、もしも吉田拓郎が、かぐや姫の妹を歌ったらっていうのこれ僕が考えました。後で皆さんちょっと使ってください。妹よ、襖一枚隔てて今寝息を立ててる妹よ、お前は夜が明けると雪のような何もない春です。北の街ではもう悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んでいるうちに追いぼれてしまうから黙り通した年月を拾い集めて温め合おう。もしも吉田拓郎が、妹を歌ったらっていう、これ結構受けますので、皆さん使ってください。ね、もうね、だいぶ歌いました。どうも今日ありがとうございました。